ようこそ、エナシフ TBA、元さん、い。今日もアンケートでいただいたんですが、製鉄業界のことについて教えてくださ製鉄業界ですね、確かにね、今までもね、日本製鉄ですとか、JFE ですとか、神戸製鋼所、取り上げましたよねそうですね、日本製鉄、元さん、間違えて日本製鉄って言っちゃって、皆さんからツッコミ入ってましたけど。すすみまませんでししたおは申上げ <laughs> はい、あの日本製鉄で、ういうはい、ちゃ、はいね、んと理解してますの、ね、で今回は <laughs>、はい、それでいきたいと思います。はい、製鉄会社ね、うん、航路でどんどん鉄作るときに鉱物突っ込むんですけど、はい、この時やっぱ CO2 いっぱい出るんですよ。うんうん、そうですよね。 1>, 1トンの鉄作るのに2トンの CO2 出るっていうね、うん、これどうしたもんかなという感じなんですよでもね日本の製鉄会社だけじゃないんです世界中の製鉄会社はみんなこれ苦しんでるんですよなるほど、ええ、でじゃあそれみんなどんなことを考えてるのかょ、はい、れを紹介していきたいと思うんですけれども、はい、まずやっぱりね一番考えてるのは CCUS ですね鉄鋼脱炭素っていう意味でいうとやっぱり CO2 も集めて埋めちゃえばいいじゃんっていうのがね、はい、確かに分かりやすいんです、うん、でこれ何がいいかっていうと今ある香炉、はい、そのまま使えるんですよ でこのコールからできた CO2 をもう集めて埋めちゃえばいいんで今のインフラ使えるってのは非常に魅力的なんですよ。うん今あるるものの使えるのはいいですねでしょう、はいね、で IA 国際エネルギー機関によると、はい、2030年以降ね毎年ね14のコールにこれをどんどん導入していくと2070年までに75%導入できるんですけれども<ー>そうすると大体製鉄コストはねでも10%から50%アップするんだけど結構 CO2 削減できるぞってことは試算されてます。うんうん、なるるほどだ、ね、課題あるんですよそうですすよよそうねね集めた はい、どこに埋めるかって埋めるところまでパイプで運ばなきゃいけないんですよ。あ大変ですねでこのパイプ通すのにやっぱ住民の理解も必要ですしね、はい、それから本当にどんだけ CO2 削減したんですかってう、はい、その評価も、ね、まだまだこれからなんですよ。とはいえ実際やろうとしていることあります。はいうん あるんですねありますよ、はい、インドに本拠くタタスティールって会社あるんですよ、うん、へえそうなんです、ね、でこの会社もね実は2050年までにカーボンニュートラルってことを宣言してるんですけれども、うん、その前2030年までにイギリスで30%、はい、オランダで40%削減しますって言ってるんですよその方法はその方法としてまず最初オランダの香炉これ対象にするんですけどもここで CO2 集めて、うん、オランダっていうとその海の向こうが北海ですよねガス田油田ありますよね、はい、ガス前油田っってていうのは実は実を入れることによって、うん ガスや石油の回収を上げることができるんですよ。うんうん なるほど。という技術が、まさに確立されてるんで、そこまでパイプで持って行って、沈めるプロジェクト、これ見てください。はい。アトスプロジェクト、これね、計画されていたんです。いたんです。ねいたんです。ってことは、実行まではされてないんです。そうなんですよ。このアトスプロジェクトね、これ、鉄鋼だけじゃないんですよ。発電所なんかの、いろんなね、ところの仕様全部集めてね、北海にね、沈めるんですけれども。いいじゃないですか。いいと思うでしょう。住民の反対なんかもありましたし、まず、それより、何よりも、タタスティールがストップって言っちゃったんですよ。ああ、それはなんで。すかこれ、9月に。 はい、もうちょっとこれは今のところ採算合わないからちょっとやめよう、はい、ってことで私は何やってるかっていうと直接還元性鉄方法ってあるんですけれども、うん、ちょっとひとまずこれを先に進めるから。うん こっちちょっと後にしようねってことなんですよ。ああ、そういう意味のストップなんですね。そうなんです。ですから、このアトスプロジェクト進んできたんですけれども、とりあえずもう中止が決まって。このイラストがあるホームページも閉鎖されてしまうと。そうなんですね。またやり始める可能性もあるんです。あ、十分ありますよ。そうですね。どこの会社もね、製鉄会社、CCUS 諦めたわけじゃありませんから、ちゃんとやります。うん。やるかどうかわかんないですけど、まだ考えてます。なるほど。はい。これからは先やる可能性もある。そうですね。で、このね、直接還元政策についてまたちょっと後でお話ししようと思うんですけれども。はい。でね。 ガスとかいろんなものを使えるんでね。うん、この辺はね。なかなかちょっと魅力的なんですけれども、うん、まあちょっとそこは一旦置いときまして、はい、次何やってるかっていうことなんですけれども、はい、バイオマス製鉄あるんですよ。うんバイオマス製鉄ですか？えー、はい、電気でもバイオマス発電所あるじゃないですか？はい、同じようにバイオマスを石炭の代わりに使った鉄を作るんですよ。うんうん なるほど実はこれ、実に行われているんです、大きい航路ではないんですけれども、うん、小規模な香炉に対しては、石炭の一部をこのバイオマスに置き換える形で使われているんですよ。うん、しかも、世界最大の鉄鋼会社、はい、アステロールミいル、このベルギーの航路では、バイオ石炭を利用してるんです、はい、これ、バイオ石炭、何かっていうと、うんはい、木炭ありますよね、はい、ね木炭をくペレット状に固めて、写真あるんですけれども。はい 石炭のように使えるものなんですよこれ木炭からできているものなんですねそうなんです、うん、これを、ね、年間とりあえず今3万トンからスタートしまして、はいうん、で年間35万トンまではスケールアップするっていう計画なんですよ、うん、なるほどこれの分でねちょっとね仕事を削減していくんですけれどもね、うん、これはやっぱ課題あるんですバイオマスそのものこれカーボンニュートラルなんですようん でもサプライチェーン運ぶ時とか切る時とかー、うん、その時 CO2 出すじゃないですかです、ね、これどうしたらいいのかとしかも木質バオマスの場合、はい、違法伐採かもしれないですよね,、うん、すね貴重な森林切られたらねカーボンニュートラルどころじゃないですよね、うん、ということでちゃんと認証したものが必要なんですけれども、はい、本当にそれが手に入るんですかと。 というねバイオマスに非常に課題があります、うん、それからスクラップの再利用これ結構ね重要なんですよもう一回鉄になったもの屑鉄がありますよね、うん、これもう一回鉄に溶かして使えば仕事、うん、削減になるんですよ、うんうん で実際に毎年6億5000万トンのスクラップと、うん、それから製造過程で入た鉄くず、うん、この二つはもうリサイクルされてるんです、うん、これだけされてるんですねそうなんですよ、うん、これだけでね鉄鋼の生産量の、ね、約3割以上になっています<ー>結構ねいいんですよしかも、うん、コールで作れることは何かっていう、はい、もちろんコールにスクラップ入れることでそれだけでも CO2 削減になるんですけれども、うんうんはい 電炉が使えるんですよそうすると電炉っていうのは電気の熱で鉄を溶かしてもう一回鉄鋼にするんですけれどもこの場合単に電炉にするだけでも普通の発電所の電気でも CO2 削減になるんですけれどもこの電炉の電気全部再エネにしたらカーボンニュートラルですようん、そうですねもっと削減できますねそうなんですで確かに電炉たくさん電気使うんですけれどもねそれでもねはるかにこれよりはいいんですで実際に1トンのスクラップこれ利用すると CO21.5 トン削減できるです ただし、これも課題あるんですよ、鉄鋼の寿命、これ長いんです、実は。リサイクルしたくても、なかなかね、スクラップならない、なるほど、そっか、長く使えるのはいいことだなって思いましたけど、そうですよね、リサイクルするまでに時間がかかるんですね、すぐにやっぱりリサイクルできるやつもいっぱいありますよ、缶詰のね、缶とかね、でもね、東京タワーとかね、あれ、スクラップ、まだできないじゃないですか。 そうですね <laughs> いやだからあれスクラップにするというけにかないんで、はいうん、橋とか高速道路がいっぱいあるんでこれはなかなかスクラップできないんで、うん、まあそこねなかなかねちょっと時間かかるってことなんですよそういうことなんですね,ねですからね、鉱石中に100%スクラップにするってこれもう無理だってことが言われてます、はいうん、なるほどそれでもね、まあスクラップの量はね年々増えてまして2019年のスクラップ供給量これ約4億トンなんですけれども、うん、2030年に約6億トン、はいうん、2050年に約9億トンになるって予想されてるんですよあじゃあもう着々と増えていく予定なんですね増えてきますよ するとどんどんねそれだけでも CO2 削減できるということになるんですよただし欠点あるんですこれスクラップって鉄だけならいいんですよでもちょっといろいろ金属混じってたりするんですよ性質化えるために例えば銅が混じっているとこれ取り出せなくなっちゃうんですよそうするとそのためにはどうするかっていうと今 EU ではスクラップこのね品質の標準化これもねスクラップ使うために必要だなってそういう議論が起きてますそうなんですねそれから日本 電の比率低いんんでですすよそうなかちょっとこのグラフ見ていただくと分かるんですけれどもアメリカなんかもほとんどスクラップを使って手作ってますよねでヨーロッパも結構かなり高いですし韓国ですら日本より高いんですよで日本はようやく2割ちょっとだからねまだまだね日本はこの電炉で減らせる余地はすごく大きいんですああそうなんですねじゃあ日本も電炉に変更していった方がいいんですねそうなんですよただね日本の高炉メーカーちょっとね電炉メーカーとの力関係の問題もあるということをねもっと存大 の小宮山先生おっしゃってましたけれどもいろいろあるようなんですけれども頑張っていただきたいと思いますそうれから次これなんですけどねちょっとねこれ調べて出てきたんですけれども電気分解製鉄っててあるんですよ。初め聞きました。これはねちょっと僕も初めてだったんですけれどももともとアルミニウムってあるじゃないですか実は電気分解で作ってるんですようん、ははいい。アルミニウムの原石ボーキサイトっていうんですけれどもこれね酸化アルミニウムなんですよこれを電気分解して酸素とアルミニウムに分けてるんですはい だとしたらば鉄鉱石、これも酸化鉄ですから電気分解して酸素と鉄に分けられると。ああ、なるほど。理論的にはね合ってるんですよね。うん、でやり方としては、単に鉄鉱石だと固まり、あ、なんで、はい、二酸化ケイ素と酸化カルシウムと高熱の溶媒を作ってそこに溶かして、はい、1600度で加熱するとこれを電気分解すると鉄と酸素に分かれると。うん そういういものなんですねでしかもこの電気、はい、全部再エネにしたらカーボンフリーですよね。あそうですねとういうところでいいなと思うんですけれどもね実際ねこれは実験室では検証されてるんです<ー>実験室レベルではできるなってことは分かってるんだけれどもね、はい、まだまだねやっぱり、ね、技術成熟度低いっていうことがねなかなかねこれスケールアップ難しいんでなるほどただ長期的には結構可能性あるんじゃないかなとそうですよねできるってことは分かってるんですもんね。ねこれ電気たくさんん使うんです 年度の日じゃないんです1億トンの鉄鋼生産にあたっては46ギガワットの発電所が必要なんですよ。これどのぐらいかっていうと、はい、最大級の風力発電を作った洋上風力、うんはい、これで5500基。おー かかななりりでですねしょじゃあ原発やったらどうなるかと言いますと今、最大の原発160万キロワットなんですけれどもこれが必要なんですすよじゃあ相当必要なんででねこれ1トンなんでそうなってくるとなかなか拡大までは足らないんですそうですね。そういう意味で言うとなかなか大変かなと思うんですけれどもね少量作りにちょっと面白いかなと思いますね。で先ほど言ってのた直接還元でい。タタスチールこれやるだから CCUS ちょっと待ってっていうことなんですけれどもね。 これどういう技術かと言いますと、うん、コークスを使って氷を突っ込むんではなくて。はいうん 例えば石炭や天然ガスこれもそのまま入れちゃうんです鉄鉱石もそのまま入れちゃうんですで加熱して鉄鉱石の状態でそのまま還元するんですよそれで直接還元そう直接還元するだけで実は CO2 減るんですけれどもねでこのあとね残った鉄鉱石って酸素が抜けてなんかスポンジみたいになってるんで本当にスポンジ鉄っていうふうに言われるんですけれどもこういう技術があるんですでここ確かに石炭も使えますでも天然ガスも使えるわけですよおそうなったら CO2 削減できますねできますでしょ CO2 減るでしょそそしてさらにの先 水素を使えばカーボンゼロですよ。いいですね実際に使ったスチールがあるインドここではね石炭利用なんですけれども直接還元ですこれ実は盛んなんですよ小さい炉でやってるんですけれどもこの図見ていただくと分かるんですけどこんなふうにして石炭が分解されたガスになって水素と一酸化炭素になってこれが二酸化炭素と水になって出てくと中には酸化鉄だったものが鉄になって残ると。 うん、なるほど。で、IEA もね、こう2030年にはね、これをグリーン水素で,できる、はい、その辺がこう提案してるんです。そうなんですね、えー。で、やっぱりね、インドはね、そこだけやってるってことがあるからこそ、正、うん、しいのとりあえず今のところこれを先にやろうって考えたんじゃないかなと。うん、なるほど。ただし、水素、うん、これね、やっぱグリーン水素ですとか、ブルー水素にしなかったらカーボンニュートラルじゃないですよね。そうですね。えー、うん。 それからあとやっぱりねこのグリーン水素これ値段も課題ですしあとね水素漏れやすいですちょっとねこの取り扱いも課題になってくるかなと思うんですけれどもでもそういうこともありますけれどもこれね結構有望な技術なのかなと思いますじゃあ世界の鉄鋼業界脱炭素どこまで進んでるか見てくださいあんまり変わらないというか減ってないですね微妙に増えたりしますよね タタスティールもそれから世界最大のアセロラミッタルも2050年カーボンニュートラル宣言してるんです目標にしてるんです、うん、でも足元見ると CO2 排出量なんかねちょっと微妙に増えちゃってるしエネルギーの使い方もちょっと増えちゃってるしうん,うん大丈夫かなと思うんですけれどもね,ねなかなか減らせてないんですね減らせてないんです、はい、そういうことも含めてでもこれからの30年ぜひとも頑張っていただきたいと思います,す、ね、これだけいろいろやってますからねそうなんですよねでまとめいきたいんですけれども、はい、製鉄のカーボンニュートラルの方法これ いいろいろあります CCUS、バイオマススクラップ,プラス再エネプラス、はい、電炉電気分解製鉄水素還元製鉄、まあ、この5つをまあ今日紹介してきたんですけれども、はい、それぞれ課題はあります、まあ、でもねまずできることが順番にやっていくってことが大事だと思うんですよ、はい、で,できることがっていうと例えばスクラップ,プラス再エネプラス電炉これ技術的には大体確立しているものなんで、うん、結構拡大しやすいなと、うん、もちろんスクラップの量は限界ありますけれどもねそういう意味でいうと日本はまだまだ電炉が少ないのでもっともっとこれやってほしいなというところではあります。うん それから直接還元生鉄これもね今すでにインドで随分盛んなんですけれども、うん、これ年間インドとか全世界で1億トンぐらい作られてるんですけれども、うんね、まだまだ可能性あると、はい、今まだ石炭なんですけれどもこれを天然ガスに変えてゆくゆくは水素にしていくと、うん、これがねやっぱりなかなかいいかなというところありますねバイオマスも確かに使われてます、はい、ただバイオマスに自体はやっぱり供給量限界がありますし、はい、で持続可能なバイオマスである、うん、その辺もねこう大事なんですけれども、うん、そういう意味でいうと供給量少ないんで主役にはならないと思うんですけれども、うん、今目の前の 使用すするこれ有力でもともと昔製鉄ってバイマスやってたんですよ、はいうん、チャンバラや刀の鉄とかも木炭でやってるだけですからできるんですよ。うん そうですよね。もともとやってたならできますね。そうです。うん、はい。それから CCS、CO2 どのぐらいに削減できるんですかって評価もこれから大事になってきますし、はい、パイプを作るとやっぱ地域住民との合意も必要になってきますけれども、これもね、やっぱり今のインフラ使えるんで有力な技術なのかなと。うん、そういう意味で言うと電気分解施設これは有名な技術かなっていうところもあるんですけれどもね、はいうん、遠い将来ちょっと楽しみにしたいなというところですよね。うん、そうですね。そして世界の主要鉄鋼会社2050年、はいはい、みんなカーボンニュータラル目指してるんです。頑張ってるんです。そうですね。目指してるんですもんね。はい。はい、足元はねなんかね全然すん。 でないようですけれども、これからの30年頑張ってほしいと思います。そうですね、これからですね。まだそうです頑張っていきたいなと思います。このチャンネルでは毎日脱炭素を軸とした情報配信を行っております。チャンネル登録、高評価つってもオンでお願いします。コメントもお待ちしております。それではまた。次回。はい